リカ。こんにちは、のぶーです。今日は5月の28日。今の時間がお昼前です。お昼になってませんが、お腹空いてきました。そんな話はどうでもいいですね。ということで今日お話ししたいのは、先日 YouTube の動画でアップさせていただいた、こちらのシータ V。こちらの手ぶれ検証についてです。ということで、先日の手ぶれ検証ですが、まあ、一部間違ってたというか、ちょっと情報が訂正させていただきたいので、こちらの動画撮影しています。ということで、まあ、本当は、この前の動画より、最初に言っておくと、もっと手ぶれは良くなってます。なので、そちらをさらに検証と、どれぐらい手ぶれが良くなったのかっていうのを検証していきたいと思います。ということで、先日アップした動画の一部こちらをどうぞ。どうですかね。結構手ぶれ揺れてますよね。結構ぐるぐるぐるーっと揺れてます。なんか思ったより、まあ、先日の動画の中で字幕でも入れたんですけど、思ったより手ぶれが治ってないって言ったら変ですが、あんまり強化されてないような気がしたんですね。まあ、前回の動画はインスタ 361X と比べるような感じになったので、実際にまあほとんど、まあ、軍配としては完全にインスタ 361X の方が上だなと思って、非常に残念だなと思いました。なんですが、実際にちょっとこちらの見ていただくと分かるように、こちらのシータ V のホームページなんですけれど、リコーさんのホームページがなんですけど、書いてる通り、スマートフォンのアプリで書き出した場合は強化されたっていうことになります。なので前回の動画は実際にパソコンのリコーシータっていうアプリでアップしました。アップしましたじゃないですね。エクスポートしたものをアップしました。なんですが、今回ですね、こちらを訂正して、改めて全く同じ動画を、こちらのインスタ361、わかりますかね？この、こちらの黒い、こちらのインスタ、あ、違う。インスタ360番じゃないですね。シータですね。こちらのシータ V のアプリで改めてこちらで書き出ししてみました。こういった感じのアプリになります。こちらで書き出ししてみたものがこちらになります。どうですかね。どうですかね。だいぶさっきよりは良くなったような気がしませんか。だいぶ手ぶれを抑えられてるのかなと思います。かなり改善はされてると思います。それではちょっと分かりづらいので、以前のそのパソコンでエクスポートしたものと携帯のスマホで書き出したものを並べてみます。はい、どうですかね。これだいぶ違うんじゃないですかね。だいぶこのスマホで書き出した方がおそらく手ぶれがかなり改善されていると思います。このような形でかなり良くなってます。シータ V の手ぶれ補正はかなり改善された、良くなったと思います。どんな感じですかね。で、改めて先日撮ったインスタ 361X の動画もこちらです。で、やっぱりインスタ 361X の方が手ぶれ補正という点では相当強いなっていうのはあります。やっぱりあの独自で開発したフローステートでしたっけ、そちらのものは相当手ぶれ補正が効くんだなっていうのが実感できると思います。
ちょっと違う映像ですが、2つを並べてみます。はい、どうぞ。どうですかね、この2つ並べるとさらによくわかるんじゃないですかね。やっぱりインスタ 361X の方がかなり手ブレ補正は効いてるのかなっていうのが実感です。そして、あともう一個、シータ V の画像で気になるのは、水平のライン、気になりませんか？結構この上下運動、カメラの上下運動をさせるとですね、なぜかこの水平の撮り方がだんだんおかしくなってきて、まあ、360度の動画を、まあ、一つの横並びでビヨーンとパノラマ状態で並べると一番わかるんですが、パノラマで見ると相当波打ってるような感じになるのがわかりましたかね。で、基本的にインスタ 361X のすごいところが、この辺もすごい水平が綺麗にいつも撮れてるように思います。まあ見比べるとですけど、この中層っていうんですかね、5万円前後の360度カメラの中では相当いいんじゃないかなと思います。で、同じように上下運動をかなりインスタ 361X もしてますが、基本的に水平がブレるようなことはありませんでした。なので、いろいろ総合的に考えると、やっぱり動画手持ちで撮るのはまだまだインスタ 361X の方が上かなと思います。やっぱりシータ V の方が動画で撮影するという点では劣るのかなと思います。そして、あとエクスポートするこのアプリなんですけれど、ちょっと真っ白すぎて分かりづらいですね。このアプリのエクスポートなんですけれど、やっぱりですね、どうしてもパソコンより、この今 iPhone XR を使って今回エクスポートしたんですけれど、まあ、やっぱりちょっと時間がかかるかなっていうのが一つデメリットですね。で、他のアプリを立ち上げるっていうか、シータのこのシータ360のアプリから他のアプリに変更すると、このアプリが落ちてしまって、落ちてしまってというか、アプリが落ちてるわけじゃないんですけれど、このエクスポートをしているのが途中で止まってしまって、また最初からやり直さなきゃいけないので、しばらくスマホが触れなくなります。なので、その辺ちょっとかなりデメリットかなって感じてます。まあ、こういう感じで、アプリ内に動画が出るんですけれど、まあ、こちらの動画をピッと押すと転送されます。今、Wi-Fi でつないでるんですけれど、これを実際転送が終わると、エクスポートされてる状態でなるんですけれど、まあ、このスピード感ですね。これ大体確か3分ぐらいの動画だったと思いますけど、で、これでですね、まあ、例えば他のアプリを立ち上げます。インスタ 361X のアプリを今立ち上げました。で、先ほどのシータ V のアプリに戻るとですね、まあ、転送がストップしてしまって未転送のままになっています。なので、また最初から転送をし直さなければいけないっていう非常にデメリットがあって、基本的にこの転送中は全くスマホが触れない状態になります。まあ、ちょっと Android で今回試してないのであれなんですけれど、まあ、iPhone ではそういう状態です。で、途中で落ちることは基本的になかったです。でも、ずっと画面がついたままなので、ちょっと電池の消耗が激しいのかなっていうのもちょっと気になるところではあります。ということで、結論を言うと、やっぱり動画はシータ V より、インスタ361、インスタ360しか書いてないです。まあ、X、しかも白いステッカーだったら、黄色いステッカー、インスタ361、こちらが最強かなと思います。
まあ、インスタ360X は360度カメラではなくアクションカムですっていう売りもしてますが、やっぱりそういった形で動いたり移動したりする動画撮影にはこちらのインスタ 360X が向いてるかなと思います。ね、ちなみにこの本体を出さずにこんなステッカーを出しているのは前回何個か前の動画でインスタ 360X が壊れたっていう動画を上げましたが、今修理に出しています。で、沖縄からの発送なので、まだ多分そちらのインスタ360番の箱スコの方に送ったんですが、箱スコの方にまだ届いてません。一応到着予定日が1日になってるので、ほぼ1週間後の予定になってますが、まあ、もし多少は早くなるかもしれませんが、まだ着いてなさそうです。なので、そちらの壊れたっていう動画の一応概要欄に URL 貼っときますが、そちらもちょっと展開気になるので、僕自身もどうなるんだろうと心配してますので、もしよかったら動画チェックお願いします。ということで、今回は CW の手ブレが改善されたっていう検証動画をお送りしました。それでは、高評価ボタン、チャンネル登録、もしよかったらよろしくお願いします。それでは、今日もありがとうございました。さようなら。サワディーカップ。バイバーイ。